東京グローブ座は東京都新宿区百人町の公務員宿舎土地の再開発事業である西富山タワーガーデンによって整備された劇場である。本校では併設の高層住宅棟西富山タワーホームズについても記載する。当時の中曽根康弘首相が提唱した国公有地の有効活用に向けて民間活力を導入したモデルケースとして 西都山公務員宿舎跡地を再開発するため、1983年12月、三菱支持所などデベロッパー56社の均等出資によって、新宿西都山開発が設立され、社長には三菱支持所の中田尾随一会長が就任した。施設全体の設計管理は、三菱支持所か発社で構成される西都山設計管理共同体が担当、環境デザインを 磯崎新、泉深夜に移植し、1985年11月、都市計画決定の告示を受け、翌年1月、国有財産売買契約が締結、6月に建設に着手され、1988年3月竣工を迎えた。新宿西都山開発は、高層部分と低層部分に分かれており、外観が、 シルバーグレーの高層部は25階建て3棟の集合住宅全576戸からなり、ピンク系の低層部にはポストモダンを基調としたカルチャー施設、アネックス、広場が配され、再開発が決まった時、中曽根首相から文化施設をのつるの一声で劇場が整備されることが決定する。文化、交流施設はシェイクスピアグローブセンターと名付けられ、 カルチャー教室の他約700人収容の多目的ホール東京グローブ座が建設されることになった。このホールは17世紀初頭ロンドンに実在したシェイクスピア劇の劇場第2グローブ座を模したもので数少ない文献と円形を描いたエッチングをもとに磯崎新アトリエが基本的なスケッチを描き当時の空間形式を抽象化して現代建築に当てはめる形で 西富山設計管理共同体が設計した。高さ19メートル、円形のバルコニー風の2、3階席が舞台を囲む。舞台は1階客席に8メートル張り出し、角口13メートル、奥行き15メートル、高さ11メートルで迫りもある。会場から2002年までまつした電気産業が共産していたことから、パナソニックグローブ座の愛称も併用されていた。会場以来、 シェイクスピアに関係する企画公演で知られてきたが、累積赤字が解消できないため、2002年7月末で休館。10月にジャニーズグループが取得し、グループ会社の東京、新、グローブ座による管理、運営に移行した。以後、ジャニーズ事務所所属の俳優、タレント主演のミュージカル公演を中心に、他の演劇、ミュージカルコンサートなども上演されている。重 この字型に廃止全集バルコニー形式にしたほか、中庭側の開放が太郎によりに方向避難が可能であるなど安全性を高めた。なお、各住戸は都心永住があったとし容易に間仕切りの変更ができるようにした。これに加えて二棟のアネックスにはワンルーム型住宅付属室85室を設けたほか、独自の雰囲気を持つ西洋風の四つの広場など、全、 敷地およそ7割が公開空地とされ、約1万本の植栽も実施された。都心にありながら不動産相場よりもずっと安い価格が大評判になり、10年間に渡る転売禁止など厳しい申し込み条件も相まって契約時は大きな話題となった。ありがとうございます。